まあ、いろいろご用途をお急ぎでない方はゆっくりと聞いておいで。当で山越え笠のうち聞かざる時は物の出方全なく相手から山頂の方でもやる。あとはあの梅林の時なんかに埋めます。斜面のなだらかさっていうのは、うん、まあ、地類、まあ、これは梅の木苔の一種というふうに言います。角栓石斑泥岩といってですね、黒っぽい色の要因っていうんでしょうか。上の方なので枝分かれが微妙だと思います。2つ地形なんですけれども、実はその向こう側は一段高いところ言いますとですね、この斜面がずーっと麓まで続いていることがお分かりで、そうですよ、はい、あの雪による水の蓄えというのはないんですが、それはあのそれでも、ね、夏でも水が枯れないというのは上にある、うん、ブナを主体とした自然林の保水力の豊かさ、こう自分たちの力でこれを世界に紹介しようじゃないかっていうこのパワーがね、こうすでにこの組織化されて、例えばガイドさんという形でそれがもう出来上がってるっていうのは、そういうところがあるかどうかを見るわけですね。ここはロクシーが連合してジオパークになりたいと言っておられるんだけども、市民の運動としてこうガイドさんが一生懸命やってるのを支援していきましょうというような、そういう準備ができてるかどうかとかですね、でそういうことを今朝からずっと拝見してるわけです。あの見事にいろいろこうやってくださってるっていうのにちょっと感激して見ておりますけれども、一本二本も何か前に行ってるということの印象は持ってますけど、ね、筑波としてこうあの外のジオパークに向けて、さらにはそのジオパーク以外のところに向けて発信できるかということが、まあ、その非常に大きな貢献になると思うんですね。ために、上の空気をと、それから放射冷却で冷えた空気を